日常運の食ナビへようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマートのゴロッとチキンカレーマンを食べたんですが、中華まんという割にはちょっと変わった形ですね。なんか葉っぱみたいというか、なんという生地はもうふにゃっとするもちりという、中身は結構刺激的な香りのするカレーが入っていましたね。こんな感じになってます。お肉は確かに多いですね。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。中華まんなので中の具材は少なめなのですが、それでも結構刺激のあるカレーとお肉の食感を感じることができて美味しかった。ただ結構こう刺激のあるのであとはジリ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 とくるので、辛いのが苦手な方は注意してください。まだ下に残っていますね、辛さが。というわけでカレーが好きな方にはおすすめできますので、こちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終演。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。